くだらの子に騎士は、くだら最後の王である、義士王の子である前光を始祖とする日本の氏族。自当長に、くだら王の姿勢をたもの組みされた。主として、くだらを称する氏族は、複数あるが、王という特殊な性の示す通り、かつてのくだら王族の出身の死を指す。また、延暦九年、菅野阿尊の改正状況で、当事者である、 漢の間道だけでなくくだらの子に騎士人としただしらが、後見者前と名を連ねていることより、くだら系都来氏族の総家的地位にあったと考えられる。くだらの子に騎士氏の本拠地は当初南場にあったが、その後北河内片野郡中宮の郷に本拠を移し、この地にくだら王の死病とくだら寺を建立した。くだら寺は中世に消失したが、くだらの子に騎士神社は、 今も大阪府平方市に残る。くだら最後の国王、議事王は、和国と同盟し、その王子法相と全光を人質として和国に、献上した。しかし、六百六十年くだらは、唐の信仰によって滅び、くだら王室は、唐の都に連行された。くだら復興のため、和国から朝鮮半島に戻った、法相も、白月の絵の戦いに破れ、高栗に亡命するも、やがて、 唐に捕らえられ、流刑となったため、日本に残った全方が、くだら王族の血統を伝えることとなった。奈良時代末期には春哲が、陸守、珍珠将軍、正衣福祉などに任じられ、武教は、出羽守るとなるなど、高市福以来東北地方の経営と、聖衣事業に関わり、平安時代中期まで中級貴族として存続した。平安時代初期には、官武天皇の母が、 くだらけえ氏族の和氏出身であったため天皇の外籍とみなされ交流を受けた。一族の娘を、寒武天皇、佐賀天皇らの高級の宮人とし、天皇と私的なつながりを結んで繁栄を得た。本願地河内国交屋への天皇有料の記事は、菅武とも以降、国史に多数見られる。くだらの小西神社の旧館主屋である、三松氏は、 くだらの子にきししの後演を実証した。また、平安時代後期に、日立国の税商を預かって、財庁官人の最高位にあった、くだらしももとは、くだらの子にきししの子孫であったとみられる。くだらしは後に、最初氏と呼ばれるが、日立平氏の大上司との争いに敗れ、同志の一族に組み込まれていった。資料に見えるくだらの子にきししの象尺。 女任以下は、日本三大実録に見えるくだらの子にきししの象尺、女任の一覧。以下は、各種資料による平安時代後期におけるくだらの子にきししの象尺、女任の一覧。ただし一部は、くだらの子にきししではなく、くだらあそん、くだらすくねなどのような、くだら系の姿勢が含まれている可能性がある。以下は、各種資料による室町。 鎌倉期におけるくだの子ニキシしの象尺、除人の一覧。ただし一部はくだの子ニキシしではなくくだらあそん、くだらくなどのようなくだ系の姿勢が含まれている可能性がある。ありがとうございます。